旦神経性痩せ症の状態になると、その期間が長くなるほど抜け出すことが難しくなります。そのため、早期発見、早期治療がとても大切です。こんにちは、亀田総合病院心療内科精神科の小松です。今日は神経性痩せ症という病気について解説します。拒食症とも呼ばれるんですが、海外では痩せすぎたファッションモデルが法律で規制されるようになったりと、世界中でこの病気に対する危険性が注目されています。一旦この病気になると抜け出すのは本当に難しい病気なので、ダイエットをしている方などは注意して聞いていただければと思います。まず原因ですが、神経性痩せ症、拒食症というと、ダイエットが引き金になって痩せたい気持ちが強すぎるのが原因というイメージがありますが、実際は発病のきっかけとしてはダイエットは約半分しかないという調査結果があります。で、他にも体の病気で一時的に食事が取れなくなったり、スポーツで良い成績を取るために体重を減らしたとか、人付き合いで悩んで落ち込んだり食事が取れなくなったといったことがきっかけになることも多く、必ずしも痩せたい気持ちが強いことばかりが原因ではありません。そして他にも痩せを称賛するような世の中の風潮であるとか、元々の食生活やライフスタイル、家庭環境など多くのことが原因として考えられていますが、患者さんに共通しているのは、何らかの理由で一時的に体重が減ったことがあり、最初はとても嬉しく感じるわけなんですが、痩せが進んでくると、ある時点から自分の意思では食事をコントロールすることができない状態に陥ってしまうということです。過去に長期間わざと食事量を減らして飢餓状態にすると、人間の心や体にどういう変化が起きるのかを調べた研究があります。結果は、体重がかなり減った時点で、食べ物のことばかりを考えるようになり、気分の落ち込みやイライラ、自己評価が低くなるといったことが観察されています。後でお話ししますが、神経性痩せ症の症状と非常に似ています。そして、その後食事の量を元に戻して体重を回復させたのですが、その際にはリバウンドでコントロールできない無茶食いや食べ物への執着が見られるようになりました。これも神経性痩せ症でよく見られることです。このことから、どんな理由でも一定の体重を下回って飢餓状態になると、人によっては自動的に神経性痩せ症の状態に陥ってしまうということがわかります。次に症状ですが、栄養不足の状態、いわゆる飢餓状態の時の変化が起きます。体は生き残るために省エネモードに入るんですが、なるべくカロリーを使わないように変化します。例えば、体温が下がって血圧も下がります。そうすると冷え性になったり、めまいがするといった自覚症状が出てきます。他にも、生理が止まったり、皮膚が乾燥する、抜け毛が多くなるといった症状が現れます。多食や嘔吐を繰り返している患者さんの場合には、胃酸の影響で歯が溶けて虫歯になったり、唾液腺が腫れることがあります。精神的にも変化が起こり、体重と食べ物のカロリーのことで頭がいっぱいになって他のことに手がつかなくなったり、食事をすることに罪悪感を感じたりするようになります。また、喜怒哀楽が激しくなり、気分の落ち込みやイライラ、不安を感じやすくなったりします。自分に自信がなくなり、些細なことも完璧にやらないと気が済まなくなるといった脅迫観念が強くなったり、物事に執着して頑固になる傾向があります。結果、人付き合いを避けるようになったりして、社会生活がうまくいかなくなるといったことが多くの患者さんで見られます。食事のスタイルについても、なかなか食べ終わらずに時間がとても長くかかるようになったり、油物といったカロリーの高そうなものを食べることが怖くなったり、偏食がちとなって野菜やゼリーしか食べないなど、食べられるものの種類が限られてきます。料理をしても自分では食べないのに、家族に食べさせて安心するといった、奇妙とも言える行動が見られたりします。そして特徴的なのは、通常は食事を減らすとお腹が空いてやる気が出なくなったりぐったりするかと思います。しかし、この病気になるとお腹が減っていても苦痛でなくなり、むしろいつもお腹はすっきりとした状態にしておきたいと思うようになります。そして過度な運動をするようになったり、休みも取らずに勉強に打ち込んだりと、いわゆるハイな状態になることがあります。周囲から見ても元気そうに見えるので、家族や友人も病気に気づくのが遅れたりします。こういう状況になると、自然と食べる量も減って、努力しなくてもどんどん体重が下がっていくようになり、痩せから抜け出せなくなります。ここまで来ると、もはや気持ちの問題ではなく、脳と体が通常とは違う状態に変化しているということになります。このあたりが単なるダイエットとこの病気の状態との違いの一つになります。そしてやがては体は限界を迎えて、意識が朦朧としたり、体調不良から動けなくなったりして、ようやく病院に来られるということがままあります。一説によると、マラソンランナーが長距離走っている時に、疲れや痛みがなくなって、爽快な気分になる、ランナーズハイという現象が起こることが知られています。この時、飢餓状態で、内在性カンナビノイドという物質が脳の中で作られて、これが疲れや痛みを和らげたり、
気分を高揚させると考えられています。特に脂肪の少ない人にこの現象が起きやすいことが知られていますが、神経制圧症も痩せているためにこれと同じことが起こっている可能性があります。もしダイエット中に今言ったように食べる量が少ないのに逆に元気な状態になったり、お腹が減ってもあまり苦痛でなくなってきたりした時は、病気の状態になり始めてるんじゃないかと注意してもらった方が良いかと思います。また患者さんによっては痩せ願望や肥満恐怖が目立たないことがありますが、常にお腹をすっきりさせておきたい、満腹になるのは嫌だということについては、ほぼ 100% の患者さんが認めますので、このあたりも通常の状態なのか異常な状態なのかを見分けるポイントになるかと思います。次に診断についてです。体に痩せる原因がないのに低い体重になっている場合にこの病気と診断されます。さらに神経性痩せ症は摂食制限型と過食排出型の2つに分けられます。食事量を制限しているだけの場合を摂食制限型と呼びます。そのうち半数の方がこれに加えて自分ではコントロールできない過食や嘔吐、下剤や利尿薬の乱用などを繰り返すようになります。でこれを過食排出型と呼びます。なお体重を身長で2回割った BMI という体格を表す数字がありますが、 WHO や日本肥満学会ではこの BMI が 18.5 より低い場合を痩せすぎとしています。またヨーロッパの複数の国で BMI が 18.5 未満のモデルがファッションショーに出ることを法律で禁止しています。さらにアメリカ精神学会の基準では成人の場合 BMI 17以上が軽度、17未満で中等度、16未満で重度、15未満は最重度と分類しています。で日本人にそのまま当てはめていいのか議論になるところなんですが、一つの目安にはなるかと思います。でお子さんの場合は成長途中にあるため、年齢別の成長曲線のグラフなどを使って重症度を判定します。神経性痩せ症は世界中で問題となっていますが、国内では思春期女子の 0.5% 程度に発生し、女性より割合は少ないですが男性の患者さんもいます。で年齢も年を取ってから発症したり、なかなか病気から抜け出せずに年を取られていく方もいますので、必ずしも若い人だけの病気というわけではありません。さて治療についてですが、この病気では飢餓状態から体調不良になったり無月経となることで、患者さん自ら内科や婦人科を訪れることがあります。しかし一般的には患者さんに病気であるという認識が欠けていたり、異常な食習慣を隠そうとしたりして、自分からは進んで治療や援助を求めようとはしない傾向があります。したがって病院を受診したり安全に治療を続けるためには、家族の方や周囲の支援者のサポートがとても役立ちます。この際に重要なのが、患者さんが食べられないのは本人のこだわりではなく、病気の症状であるというふうに皆が理解しながら治療を進めることです。これを病気の外在化と呼びますが、問題を病気の症状として本人から切り離して捉えます。これによって患者さんを個人攻撃したり、患者さんが過度に自分自身を責めたりしないようにします。先ほども説明した通り、飢餓状態になると誰でも気分が不安定になったり、食事でのこだわりやリバウンドで過食などが生じます。ですのでそれらを患者さんの性格や単なるこだわりとして注意して正そうとしたりすることは、環境を悪くするだけで治療には役立ちません。またこの外在化を行い、症状を客観的に捉えることで病気の仕組みを理解しやすくなったり、病気によって起こる様々な問題に対処しやすくなります。具体的な治療法についてですが、家族療法や認知行動療法、対人関係療法、その他の個人精神療法といった心理療法、栄養療法をはじめとする身体的治療、場合によっては薬物療法も行うことがあります。細かい説明は省きますが、患者さんや家族、医療者で相談しながら治療の目標や治療法を選びます。例えば症状や年齢、体重の低さ、病気にかかっている期間の長さ、身近な支援者がいるかいないかといった点、そういったことを考慮しながら治療方針を決めます。特に児童・思春期の患者さんの場合は家族療法の効果が高いことが知られています。家族療法ではお父さんの役割も非常に重要です。それから治療中の注意点なんですが、治療中に体重を回復させる際にリバウンドで過食衝動が高まることがあります。ここで食事の仕方をいい加減にしてしまうと、体重は回復したけど過食の習慣や偏食、人前で食事をとるのが怖いといった症状が残ってしまうことがあります。そうすると追加の治療が必要になってしまうので、体重を回復させるときには特に食事の量や種類などに配慮しながら規則正しい食事をするように心がけてください。どうしても過食などが抑えられないときは医療者に相談するのが良いと思います。
また重度の低体重の時には急に多くの量の食事を取り始めると不整脈を起こしたり脂肪肝になったりする危険があります。すでに重度の低体重になっている場合は医療者にチェックしてもらいながら治療を行うようにしてください。神経性ヤス症の長期的な死亡率は精神疾患の中で最も高いことが知られています。先ほどもお話しした通り一見元気そうに見えても実際はかなりの飢餓状態で生命の危機に瀕していることも多く、体の状況の判断については客観的な検査結果や経験のある医療者の意見を参考にするのが大事になってきます。なお重度にあたるような著しく体重が低い状態では思考力が低下してしまっているので心理療法やカウンセリングには効果がないことが分かっています。重度の低体重の場合は何よりも栄養療法を優先して行うようにしてください。最後に予防についてですが、やはり過度なダイエットに注意して極端な減量や偏食などには気をつけましょう。定期検診で体重を確認したり、お子さんの場合には発達の途中で成長曲線からずれてきていないかなどに注意してください。一旦神経性痩せ症の状態になるとその期間が長くなるほど抜け出すことが難しくなります。そのため早期発見、早期治療がとても大切です。周りの方として家族や学校の先生はもちろんのこと、スポーツ選手を育成する指導者といった方々もこの病気に配慮することが予防に役立ちます。また広い意味では世界的にも問題意識が高まってきていて、イタリア、スペイン、フランスといった国々では痩せすぎのファッションモデルを法律で規制したり、体型を極端に細く修正したモデルの画像を使うことをやめたりと、若い世代が非現実的な体型に憧れるのを防いでこの病気の危険から守るといった取り組みもなされるようになってきています。それから過去にこの病気になられたことがある方については体重が回復された後も痩せやすい体質は残っていると考えられますので、再発を予防するためには一定以上の体重を保って再び病気の状態に陥らないようにすることが大事です。孤立を防ぐことも大事なことです。人の輪の中にいれば体重を保つことで周りから何らかの報酬や喜びが得られたり、病気になることにも歯止めがかけられます。もともと人付き合いが苦手で人の輪に入るのが難しかったり落ち込みやすい性格ということであれば、改めてそのことについても病院で相談してみてください。まとめです。神経性痩せ症は体を壊したり命の危険もありますが、そのことに加えて、気分が不安定になったり家庭や人付き合いにも大きな影響が出てしまって、本来健康であった時に理想としていた生活とはかけ離れた生活になってしまうところが、本当に怖いところだと思います。予防が重要なんですが、なってしまった場合も適切な治療や対応により回復して本来の自分を取り戻すことができます。患者さんはだいたいすでに周りからいろいろ言われてきて、病院に来てもまたガヤガヤ言われるんじゃないか、しんどいなという気持ちがあるかと思うんですが、気軽に病院に相談しに来ていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。